皆さんこんにちは、加藤です。今回は寿司ラーメンリクの視聴者400万人にお別れのメッセージを届けたいなと思います。というのもですね、実は今アメリカ、ニューヨークはですね、コロナウイルスのせいでですね、大変なことになっています。もう学校はですね、全て休みになってますし、お店もですね、営業できなくなってて、もうスーパーぐらいしか空いてません。まあ、そんな状況なんですけれども、感染者がですね、かなり伸びてて、これから大変なことになるんじゃないかと言われています。かなり、緊急事態ってことですね。なんですけれども、実はですね、僕の親戚の一人がですね、コロナウイルスの疑いで今検査を受けています。で、結果待ちです。で、症状としてはですね、この1週間以上ですね、もう咳が止まらなくて、咳と発熱でですね、もうコロナウイルスと、もう間違いないと本人が言ってですね、周りの人間も言ってるぐらいの、状況です。で、すでにですね、まあ、インフルエンザ等の他の病気のですね、テストを受けてて、で、それでコロナウイルスの試験というかテストを受けたので、まあ、おそらくコロナウイルスにかかってしまったのではないかと思われる状況です。でですね、本日ちょうどその、親族のところにですね、食料の買い出しに行ってですね、で、食料を、その親族の家の玄関の前に置いてですね、帰ってきました。なので、まあ、それくらいですね、コロナウイルスが僕の周りにはですね、普通にあるんじゃないかと、まあ、あると思われる状況です。なので、僕もですね、その親族を通してですね、今現時点でコロナウイルスにかかっているかもしれませんし、まあ、症状が出てないからですね、そういうのがわからないという状況かもしれません。確定ではないんですけれども、そういった可能性はありますという状況です。でですね、コロナウイルスの、件に関してですね、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のばかりですね、2歳児をね、肩車して滑りやすい床の上で走り回っても誰も止めないというとんでもないバカな集まりの皆さんにですね、アドバイスをしておきたいなと思います。もしかするとね、僕が本当にコロナウイルスにかかってて、死んじゃったりとかするかもしれないんで、そんなの前にですね、最後のメッセージをちょっと取っておきたいなと思ったんで、ちょっと取っておきます。でですね、今東京、特にですね、まあ、日本、首都圏なんかはですね、もうかなりマスクをする人が減っていたりだとか、もう自粛ムードが、なくなっててですね、もう日本は大丈夫だろうみたいな空気になってるようなんですよね。で、僕はまあ日本にいないんで、まあ、どの程度そういう自粛ムードっていうか、もうだいぶ気が緩んでるかっていうのは分からないんですけども、実はですね、全然そういう、なんて言うんだろうな、安心できる状況じゃないと、言われています。というのもですね、今まで日本はですね、まあ、うまく死者数を、コロナウイルスの感染による、まあ、死者数をですね、抑えてはきたんですけれども、現在ですね、都内ではですね、誰からコロナウイルスを感染したかわからないというケースでの感染者が増えてるんですよ。要するに、今まではどこで誰からコロナウイルスを受け取ったか、感染したかっていうのをですね、追ってですね、その、コロナウイルスの、なんていうの、広めてる人を、まあ、見つけてですね、その人を、まあ、治療して、その感染者数を減らすみたいなことをやってたみたいなんですよ。で、まあ、僕は医者じゃないんで、正しいことを言えませんので、そこは信用しなくてもいいんですけれども、ただですね、まあ、報道にあるように都内ではですね、その誰からもらったかわからないという状況、コロナウイルスの感染に関するですね、報道が出てますので、まあ、これは本当だと思います。なので、そういう、なんていうんだろうな、どこで誰から受け取ったかわからないみたいな状況がですね、まあ、増えていくと、爆発的にですね、感染者数が増える可能性があるようなんですよ。なので、まあ、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のバカがですね、首都圏に住んでると、全員首都圏に住んでるとは思わないんですけれども、まあ、首都圏に住んでる、東京をね、中心に住んでる人は多いと思いますので、気をつけた方がいいと思います。で、K1 のイベントがですね、埼玉県知事の要請、ね、中止してくれみたいな要請にもかかわらずですね、行われて、で、賛否両論っていうんですかね、まあ、いろいろ意見が分かれていますけども、当然ですね、これは理想的なことを言えばやらない方がいいですよ。このイベントを通してコロナウイルスに感染した人は、まあまあ、間違いなく、まあ、いると思います、ね。で、もちろんそのコロナウイルスに感染したからといって、まあ、その感染した人がですね、すぐ死ぬというわけではないですけれども、それが巡り巡ってですね、
まあ、高齢者、ね、何かしら病気を持っている高齢者に行けばですね、その人たちが亡くなってしまうわけですから、まあ、それは本当にね、良くないことなんじゃないかなと思います。でね、ただもちろんその K1 をね、擁護している人たちはたくさんいて、その内容っていうのが、それは当たり前の話なんだけど、そのイベントを中止すると当然ですね、経済的な損失が生まれますよね。で、じゃあそれを中止を要請している政府ね、埼玉県とか、まあ、行政はですね、保証してくれるのかと、ね、何千万円ぐらいの赤字が出るとして、その何千万円でいくらか払ってくれるのかって言ったら、やってくれないわけですよ。自粛は要請するけど、責任も取らないし、お金も出してくれないっていう状況で、僕そんなね、そんなこと言ってもやってられないと、倒産してしまうっていうことで、背に腹は変えられないっていうことでですね、イベントを行っている背景というのは当然あると思います。なのでこれね、本当にね、難しい状況だと思うんですよ。政府にも当然問題があるというか、で政府も政府でなかなか動けない事情があるのは分かるんだけども、これはどうなんだろうと。で、例えば学校のね、休校がまあ続いてましたけど、さっきニュースでですね、もうこれ以上休校を続けない、休校するようにですね、要請はしないってことで、学校がですね、また再開するようですけども、またそこでですね、感染が広がって、で、お年寄りなんかにですね、間で感染が広まって、死者数がさらに増えるといったことはですね、全然考えられますし、今、イタリアがですね、やばいことになってると。で、ニューヨークもおそらくやばいことになるだろうと、これからアメリカもやばいことになるだろうという状況の中で、日本がですね、割と本当に能天気に、まあ、今までうまくやってきたっていうのは、まあ、おそらくですね、数字を見る限り、まあ、本当なんでしょうけれども、素人目に見てね、なんですけれども、まあ、今後大丈夫かって言ったらですね、さっき言ったどこから感染したかわからないっていう人たちが増えてるっていう、半数以上がなってるのかな、ちょっと数字忘れちゃったんですけど、記事をね、貼っておきたいと思うんですけど、その僕がソースとしている記事をですね、まあ、貼っておきたいと思うんですけれども、まあ、かなり怖いなという状況なんですよ。なので今この動画を見ている寿司ラーメンリークの視聴者400万人のバカはですね、ちょっと考え直してほしいというか、まずこれ繰り返しになっちゃうんだけど、できるだけ花火とかね、ライブとかで行かないというふうにした方が僕はいいと思います。で、当然ね、そんなこと言ってもお前は生活の面倒見てくれないだろうっていうことなんですけれども、やっぱり緊急事態宣言というか、国に保証しろと、本当に中止の要請じゃなくて、もう無理やり中止させるような緊急事態宣言っていうんですかねを出させるようにした方がいいんじゃないかというふうな、その政治的なメッセージをですね、まあ、SNS 上とかで広めていく活動をした方が僕はいいのかなと思います。やっぱりこのまま自粛を解除してね、再開しようがしまいが、結局経済的なダメージって凄まじそうですよ、これ。思ってる以上にとんでもない経済的なショックが来るのは間違いなくて、でそれを少しでも和らげようと、まあ、各国、各企業、各個人がですね、今、まあ、何とか頑張ってるところだと思うんですけども、これもね、本当に倒産等ですね、免れない、もう仕方ないとね、思った方がいいかもしれない。それぐらい人命を、人の命をですね、守ることを優先した方が実はいいんじゃないかなと最近思うようになってきてて、でそんなこと言ってもうるせえバカっていうふうに思う人もいるかもしれないんだけど、長い目で見た時にその方がいいんじゃないかなと。で、いまだにですね、安倍さんとかはですね、まだ東京オリンピック延期をですね、まあ、中止か延期をですね、決められずにね、いますけども、本当にね、日本人大丈夫かと。別に寿司ラーメンリークの400万人もバカばっかりだと思うんですけど、その視聴者以外もですね、やばい奴らばっかだなって本当に思うんですよ。なんで、でもだからそういうバカな人たちにも、やっぱりできる限り安全で、経済的にも豊かな生活をみんなに送ってほしいと思ってるんでね、僕はね。なのでちょっとこの状況をですね、もうちょっと冷静に見てほしいというか、世の中桜とかで浮かれてたりね、
もう大丈夫だろうとか、若いやつはどうせかかっても死なねえし大丈夫だろうみたいなことを言ってるとですね、結局自分に返ってくるというか、例えば医療崩壊みたいなことが本当にイタリアみたいに起きてしまえば、例えば妊婦さんとかね、そういう人たちにも影響が出るかもしれないし、ただただなんて言うんだろうな、自分たちには関係ねえやみたいなことを言ってると、実は全然関係あるよっていう話。それしかもその医療崩壊が起きてしまえば、いろんな他の面でも影響が出て、その皆さん、そのみんなのね、関係ない人の仕事にも影響が出たりだとかするのは目に見えてるんで、結局は自分に返ってくると。なので政治的な無関心とか、世の中に対してポケーっと突っ立ってるね、2歳児がね、肩車されて滑りやすい床ので走り回ってる2歳児をね、肩車して走り回ってるバカがいて、それを止めないような人たちはですね、本当にしっかりした方がいいよと。もっと世の中を冷静にじっくりと見つめるような生き方をした方がいいと思う。で、東京オリンピックに対してですね、なんとか開催しようとしている政治家ね、別に自民党を支持しようがしまいが別に自由ですよ。それは別に自由だけれども、これに関してはどう考えてもおかしいだろうと、無理があるとね、各国のアスリートたちはですね、今大変なことになってるわけですよ。アメリカのアスリートなんて今トレーニングできないですよ、ね、そんな状況なのに東京オリンピックを、ね、できるだけ完璧な方向で、完全な方向なんだっけ、完全な形で行うみたいなこと言ってたじゃないですか、ちょっと前に。もうバカかと、もう終わってんなという感じですよ。別に安倍さんを支持してる人をバカにしてるわけじゃなくて、この東京オリンピックに対する日本政府の対応はむちゃくちゃですよね、間違いなくね、別に安倍さんを支持しようが自民党を支持しようが皆さん自由ですけども、このオリンピックに関して言えばどう考えてもめちゃくちゃですよ。無理ですよ、ね、世界的な流れを見たら無理ですね。せめて延期で済むような努力をするぐらいのことを考えるのが、まあ常識的に考えればやるべきこと、日本がやるべきことだと思ってて、そうなってないっていうのがもう終わってんなっていうのがあって、本当にね、日本人に対する失望が僕はすごいです、まあ、なので僕はね、さっきも今咳しましたけど、本当にコロナウイルスにかかってるかもしれないと。で、死んでしまったと。ね。僕が死んでしまったらですね、まあ、喜ぶ人もいるかもしれない。ね。そういう人もいるかもしれないけれども、結局、君たちが抱えてる問題、君たちが頭が悪すぎる問題、ね。日本人が本当にバカばっかりで、政治的に無関心でと。ね。寿司ラーメン陸の視聴者みたいなやつらばっかりだと、結局君たちに返ってくるよ。ね。たった一人僕がコロナウイルスで死んだとしても、君たちの苦しみとか、なんていうのかな、降りかかる災難とかはですね、かばえないというか、誰も止めることができない。なので、やっぱり今一度ですね、世の中に対してもう少し冷静な目で自分たちの考えを疑うとかですね、もっと広い価値観を持つ、ね、他の国の人たちの価値観に触れてみるとかですね、何か自分たちの存在意義や思想や哲学をですね、疑ってみる機会を作ってみた方がいいと思う。だから僕が言ってることをもうちょっと真剣に聞いた方がいいし、こういう考え方の人がいるんだと、で自分の考え方と比べてみるとかですね、あとは自分が何か勘違いをしてないかと。で、日本語教室ね、僕はもし今日明日で死ななかったら、普通に日本語教室をこれから始めてですね、寿司ラーメン陸の視聴者400万人のばかりにですね、ひらがなから教えていこうと思ってますけど、それはなんでこんなことをやってるのかと。それは僕が言ってることを間違って理解している視聴者が多すぎるからなんですね。なので別に僕の考え方に反対賛成はまあいろいろあっていいと思うんだけど、それ以前に僕が言ってることを正しく理解できない、日本語を正しく理解できない人たちが多すぎると、これについて僕はですね、危機感を持ってるんですね。なので、まあ、コロナウイルスの問題にしろ、日本語能力、読解力とかですね、この寿司ラーメン陸の視聴者のレベルだと、まあ、間違えた、なんていうのか、情報を鵜呑みにしてしまうだろうし、誤解なんかもですね、どんどん生むだろうし、とにかく、いいことは何にもないよ、ということなので、ぜひですね、まあ、僕が生きている限りですね、日本語教室をやってですね、寿司ラーメン陸の視聴者400万人のバカをですね、教育していこうと思うんで、ぜひですね、ちゃんと真面目に授業を受けてですね、もう少しまともな人間になってくださいね。そちらアメリカの視聴者400万人の皆さんね、君たちの頑張りがですね、日本の将来ね、そして皆さん自身のですね、輝かしい将来ね、楽しいこといっぱいあると思いますよ。真面目に生きてれば、もちろん今すごく大変ですよ。皆さんが思っているよりも危機的な状況なわけですけれども、これを何とか乗り越えてですね、少ない、できるだけ少ないダメージで、国に対して、国家に対してダメージを抑えてですね、
皆さんの楽しい人生をですね、謳歌してほしいと思うので、もう少しですね、自分たちのことを疑うとか、自分たちの能力とかを疑うね、きっかけにね、してほしいなと思います。はい、まあそんな感じでですね、とにかく僕からの最後のメッセージでした。本当に僕が知らなかったら最後のメッセージはならないんだけど、僕はもし死んだらこれがスチラーメンリクの視聴者400万人のバカに向けた最後のメッセージだから、ぜひですね、しっかり一人当たり200回ぐらいかな、再生してしっかりね、僕のありがたい言葉をですね、勉強してほしいなと思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。